はい、どうも皆さんこんばんは、サイテマンです。前回ね、猿から歌、ウッドホールのね、あれを開く歌を手に入れて、いよいよウッドホールの神殿に向かおうというところからです。ウッドホール近道でぐだつのみしようかってことなんでね、早速もう準備は整ったということでね、行きましょう。よし、こっちですね。いや、長かったね、沼地。ここを通っていけってことですね、要するに。ここもまた薄気味悪いな。右から順番に行きますか。右から順番に行きます。届くか、これ。届くか？ギリギリだが。オッケー。ない、結構ギリギリだね。うわ、なに？なんだよ、こいつら。俺は虫が大嫌いなんだよ、昔から。よし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 。出た。中に入っていれば安全でしょ。俺がね、昔修学旅行で沖縄に行った時にね、こういう虫いましたよ。うん、非常に怖かったな。よし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 。オッケー。修学2年の頃だったな、こういう虫が。あっこでしょ、ウッドホールの神殿で。ここですね。で、ちょっと概要を見渡しましょう。行って、やばいやばい。待って、中入ろう。とりあえず、とりあえず潜って、でこれで概要を見渡します。下があれなんで、この滝の上に行けばね、ウッドホールの神殿なんですけど、まあ行くか、行きます。ちょっと待って待って、撃破したのか。とりあえず回復して、潜りの行きます。届くか、届いてくれるか。オッケー。お、待て、こいつはあれですね、時のオカリナにはに出てきたやつですね。夢を見る島にもね、このフクロウ出てきましたよ。ゼルダの伝説のおなじみのキャラクターです。そしておなじみの BGM。 ほうほうほう、これは珍しい。お前は妖精の子じゃな。こんな毒に侵された沼地に何の用じゃ。毒って漢字表記じゃないんですね。用がないのなら悪いことは言わん。早く人里に戻った方が良いぞ。お前がいるこの沼地は守護神を失っていずれ消え去る運命じゃ。まあそれは沼地に限ったことではないが、まあ3日後ね、まあ、全部潰れますからね。それでもなおこの先に進む勇気と決意がお前にあるのなら、一つ良いことを教えてやろう。ここに来るまでにお前はわしに似た石像を見ておらんか。見ましたね、この剣で切りつけたやつですね。あれはこの世界の運命を変えるであろうものが現れた時、役立ててもらおうとわしが各地に置いたものじゃ。お前がその石像に出会いの証を残していれば。出会いの証っていうのは石像を切りつけるっていう行為が出会いの証らしいです。わしの足元に刻まれた歌がきっと役に立つじゃろう。よく覚えておくのじゃ。お、歌ですか。お前が歌を奏でた時から、時場所を超え、わしらは永遠に友達じゃ。いって、ちょっと待って、歌とりあえず覚えさせてくれ。石板に音符が刻まれている。大空に羽ばたく翼をその胸に。下左上、下左上ね、簡単ですね。簡単ですね。これを吹けばどうなるんでしょうか。大空の歌を奏でた。ちなみに時の歌を吹いて最初の1日目に戻ることができるんですけど、歌は覚えたまんまなんで、一応そのやり直しってことにはなるんですけど、完全にやり直しっていうわけではないんで、そこまでプレッシャーはないんですよ。3日間っていうふうに追われてはいますけど、大空の翼、翼の石像に一瞬にして飛んでいけるメロディーだ。あ、ワープ的なあれですか。いてていてていて、うっとうしいなこいつ。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、落とされるとこだったよ今。落とされた、相当めんどくさいことになってたよここで。滝なんですけど、まあとりあえず右のあっこへ行きましょう。届くか、届くか。オッケー。ふう、こっちは
ここはなんだ、何怖あの顔。ウッドホール、いよいよウッドホールの神殿へ向かうということですね。いや怖すぎる、ハートも3つしかないし、これ大丈夫かな。とりあえずこっちから行きましょう。毒か、かなり怖いが、よしよしよし。なんだあれ、なんだこれ、いやだからいちいち怖いって。よし、一発耐えたよ。相打ちか、悪くはないが。なるほどね、結構耐えるね。これ毒の沼なんで、通常のリンクだったら入れないでしょう。チャットに話聞いてもいいんですけどね、マジックポイントが危ないぞこれ。こいつも倒しておきます。至近距離で打ち当てると。よし、でこの花を使ってどこだ、どこに飛んでいけばいい。ウッドホールはどっちだっていうか、ウッドホールの神殿は。とりあえずあいつ倒しましょうか。当たるか、当たんないな。もうそのまま直接行きます。とりあえず向こうに行きましょう。あのデグロックというかデグが邪魔ですけどね、まあ、そのまま降ります。よし、もうこの子邪魔ですけど無視します。こっちのやつ倒しておきましょう。 OK ですね。でここの花を使って真ん中か、真ん中のあの祭壇みたいなところで歌えってことでしょ。要するにそしたらウッドホールの神殿が現れるってことなんじゃないかなと思っておりますが。よし、これってデグナツの印じゃない。ここでお祈りでもしてたのかしら。間違いなさそうですね。ここで歌お、これちょっと待ってくださいね、これ切りつけておきますよ。いわゆるチェックポイントができるってことでしょ。要するにいいところにこの石像を置いてくれますね。さすがこのユーザーの気持ちを汲んでくれるあのフクロウですよ。あ、妖精、ちょっと待て、妖精これ捕まえますよ瓶で。よし、あーダメか、若干逃したが、まあまあいいか。ここでじゃああの歌吹きましょう。あの歌ぶっちゃけ覚えてないんだよな。これでしょ、目覚めのそなた、上左上左 A 右 A。 A 右 A、 そうですね。いよいよウッドホールの神殿が目を覚まします。怖すぎる、怖すぎ、違うんだ、ここで吹くんじゃないんだ。あ、わかった、こっちだわ、これで吹けってことだ。この仮面なくしたらね、もう世界滅ぶってことでしょ。要するにこうでしょ、オカリナで吹くんじゃなくてこっちで教わったんでこっちで吹けってことですね。そうですね、ウッドホールの神殿がいよいよ蘇る。初めてのダンジョンになるんですけど、まあ多分全国各地にダンジョンが点在してるんでしょうね。で多分どれから行ってもいいということだと思うんですけど、最初にウッドホールの神殿に来てこれ良かったのか、不安が残るんだが、ちょっと侵入してみたいと思います。行きます、いよいよだ、いよいよ初のダンジョンに侵入できるということで非常にワクワクしておりますよ。あぶね、よし行きます。さあウッドホール神殿来ました、ウッドホールの神殿、非常に怖いぜ。妖精飛んでるんで捕まえときますか。あれ妖精でしょ、やっぱデグ系を使っていくんですね、最初のダンジョンなんで。捕まえます、妖精捕まえておきます。多分妖精が出るんじゃないかなと思ってました。なので瓶の用意をしてましたね。でこれでもう瓶いらないんで、デグの実あたりに変えておきましょうか。
さあ行こう、順番に攻略していきますよ。届くかなこれ、微妙なとこだが届くか。よし、とりあえずここ宝箱開けて。何これ、はぐれ妖精を捕まえた。これで一人目だ。どういうこと、どういうことよ。あ、はぐれ妖精捕まえてけってこと。どういうことなのか全くわからないが、この妖精も捕まえましょう。はぐれ妖精ってやつなんでしょう。これ捕まえますよ、はぐれ妖精。よし、捕まえました。これで二人目だ。まあ、とりあえずここ降りて、向こうまで行けるでしょう、これ。行きます。MP が結構ギリギリなんで、それが怖いんですけど。うわ、もう、マジっすか。いや、あんなある、あんなある、もうちょっとどこで、ちょっと向こうの台座まで行きます。はい、行きました。相当ややこしかったですよ、これ。上にヒノックスがいて、正面から行けば落とされるっていうシステムになってました。う、臭い。この匂い、毒の沼と同じ匂いがするわ。どういうことだろう、温泉臭いみたいなノリかな。お、デグの棒を手に入れた。確かデグの棒って剣にもなるみたいな最強の武器じゃなかったでしたっけ。時のオカリナの最強武器だったような気がしますが。さあ、ここもちょっと薄気味悪いぜ。うわ、もう一日終わったよ。真ん中に、なんだこれ、チャット、なんだあれ、教えてくれ。これなんだと思う、焦げた跡がまだ新しいわ。火をつけろってことなのかな。あっこに火がついてますね。弓矢でも持ってないから火つけようがないんだよな。どうしようかな。まあ、とりあえず下降りていきますか。下降りていきます。倒して、あ、はぐれ妖精ね。何なんでしょうかね、はぐれ妖精って。鍵持ってないんで。さあ、真ん中の、いや、一日が終わったぞ。もう一日が終わってしまった。時間がない。もう時間がない。どうしようかな。下はとりあえず行けないから。なるほど、あっこにも一応行けると。これ沼はね、ある程度ジャンプで行けるんで、それを信じて行きましょうか。4、5、あ、ダメだ、届かないわ。祭壇のところまでだったら行けるけどな。こっちって届くかな？こっちは多分届きそうですね。こっから行くのかな？届くかな？よし、届いた。こっちですね、おそらく。でだ、ここも薄気味悪いぜ。左になんか宝箱、ちょっと大層な宝箱があり、これは多分ね、敵でしょうね。近づけないと思います。もうこれも行きましょう。で、ここを使ってとりあえずあの左の宝箱、正面の宝箱を入手しに行きたいと思います。行くぜ。 OK、 いけるか。よし、開く。なんだこれは。あ、小さな鍵ね。多分冒険に関係ある宝箱はこういう感じの色をしてるんだと思います。戻れなくないこれ。これなんだこれ、何これ。よしよしよし、あっこも気になるんだよな、あの正面。あそこもちょっと見に行っておきます。まあ、小さな鍵手に入れたんで、さっき小さな鍵が閉まっていたところは行けるようになったかなと思います。ですね、お家も行っておきましょう。なんだ、何、敵か。待て、これちょっとリンクに切り替えます。リンクの方が倒しやすいでしょ。回避して
待て、殺される。聞いてないな。何が効くんだこいつら。シャボンアタックか。やっぱりわかりました。これだ。こうでしょですね。やっぱそうですね。とりあえず結構剣で切りつけたりとかいろいろしたんですけれども、全くこうですね。潜るのでて敵が来たところをジャンピングアタックと。 OK です。潜り OK ですね。こういうことでしょう。ふう、これはなんだ。結構苦労したよ今の。まあ、妖精あるんで、まあ、そこまで大丈夫だったとかなとは思うんですけど。お、アングルが変わった。非常に、まあ、中入ったよ。あ、ダンジョンマップか。まあまあまあか。ダンジョンマップね。ダンジョンマップを手に入れましたんで、とりあえず小さな鍵を使いに戻りたいと思います。コンパスがあればね、あとはもう自分の位置が把握できるようになるんで、かなりでかいんですけど。最後まあ潜り、ここ行くと。まあ、とりあえず第一段階は突破したかなという感じでございます。鍵で開くのが向こうなんで、向こうに戻りたいと思います。よし。で、こっちか。OK ですね。で、正面に行って、ここですね。ここで鍵を使いたいと思います。結構余裕がないぜ。体力が3しかないんでね。でだ、これはなんだ。これくらいの重さなら軽いもんでしょう。ぼーっとしないで A で掴んで腰を使うと。押せと。ほう、なるほど。向こうには行かない。火を持ってき、あ、わかりました。火を運べってことですね。で、向こうの祭壇に火をつけて。なるほどなるほど。やっぱこれ最初の方のダンジョンなんで、基礎的なことをやってるんでしょうね。降りてくるでしょ、なぜか後ろ。降って、OK です。ちょっと火を運びたいと思います。デグの棒を使うんですね。4人目と。デグの棒なんで身ほとんど使わないんで、これで運びます。結構時間制限があるんで。よし、行くぜ。燃え尽きてしまわないうちに行きます。あー、燃えるな。どうしよう、どうしましょう。とりあえずあの箱使って近道通らないと無理なのかな。こっちのこの箱を押しまして、そうですね、ここを押しまして、こっちから行けってことですね多分。これでもギリギリですよ。棒も残り1本しかないし。よし、行きます。結構ギリギリだが、間に合うか。 OK、 よし、ありがとうございます。で、棒も閉まっておくと。ふう、この上はなんだ。ちょっととりあえず上先に見ておきます。何かを取り逃すみたいなのは俺の結構好かないプレイなので。祭壇があって、クモの巣が張っている。まだっぽいっすね。でも火を運んでいってもいいんですが、多分なんかパチンコ的なものが手に入るんじゃないかなと僕は予想してるんですけど、なんか火を使ってなんかそれを飛ばしてみたいなギミックがなんか多いような気がするんで、パチンコが手に入るんじゃないかな。パチンコとか弓矢とかが手に入るんじゃないかなと思ってます。
さてここはなんだ、まあ、とりあえずこいつら倒せってことか。出ますね、コンパスあたりが出るんじゃないかなと俺は予想しているんだが、でもここでコンパスが出られるとちょっと詰まるんですよね。なんかパチンコか弓矢かあたりが俺はこのダンジョンの目玉かなと思ってるんですけど、コンパスか、ここでコンパスだったらちょっと困るんですよ。なんでかっていうと次行くところにが迷うので、どうしようかな。ここの上なのはわかるんですけど、ここの上に行くってことはわかるんですけど、まあとりあえず火を運んでいきましょう。上の祭壇に火をつけます。まあ、ここをとりあえずつけまして、で閉まっておくと。でだ